天皇賞のファンファーレです。歓声なきスタンドから漏れる拍手に込められた万感の思い、そしてテレビをご覧の応援する皆様の思いが12頭の精鋭に今届けられました。広瀬さん、展開ですが今週から B コースを使用、内枠から3メートルほどラチが外に移動しています、ここを踏まえてどう予想されますか。B コースに変わった割に極端にも内がいいという感じはないですね。あ、そうですか。昨日今日レース見てますと、むしろやや外の方が伸びるのかなという印象さえありますので、12頭の戦いです。ダイワキャグニーが、行くでしょうけど、あとダノンプレミアムの出方次第でこうレースの流れっていうのは変わってくると思うんですよ ね、 どうするかですね。やはりブリンカーをしてきたぐらいなんで、行けるなら行きたいと思ってるんじゃないでしょうかね。外枠なんで ね、 でね、ダノンだからダイワキャグニーの様子を見ながらということになるんでしょうけども、その展開も注目なんですが、今ゲートに収まった奇跡のポジション取りも非常に気になります。11頭の枠入り待って、最後に次男坊、3週連続の衝撃なるんでしょうか。第162回天皇賞、今スタートが切られました。アーモンドアイ5分のスタートを切りました。さあ、まずは積極策、東京校舎のダイワキャグニーが行きましたが、やっぱりこれはダノンプレミアムですかね。ダノンプレミアム、安城川田優が復活のコンビが早めにここは先手を奪っていきました。ダノンプレミアム、ダイワキャグニー、そしてアーモンドワイ、オレンジ色の帽子ゼッケン9番は前から4番手、好スタートを決めました。落ち着いています。信頼の手綱、ルメール騎手ががっちりと握りまして、八冠伝説、そのクライマックスに控えます。さあ、その後ろから見ていきますが、まずはダノンプレミアムが1馬身から2馬身のリードを取りました。そして東京校舎のダイワキャグニーが現在3番手、その後ろから今日は奇跡、今日は奇跡は前から3番手。さあ、馬に抗うことなく武豊ジョッキーです。その後ろからゼッケン9番、白のシャドーロールが揺れている。アーモンドアイ7冠馬、8冠を目指す戦いです。そして足毛のウィンブライトがいました。内の方からはブラストワンピース、2年前のグランプリフォース、間からは無冠の大器ダノンキングリー、外から12番の両決馬次男坊が上がっていきます。その後ろから同じ勝負服、クロノジェネシスピレールマン、 1000m の通過は60秒後、後方は同じ勝負服、カデナとスカーレットカラーです。先頭は3馬身のリード、欅の向こうを通過していきました。11番のダノンプレミアム、アーモンドワイはまだじっと構えています。アーモンドワイじっと構えて、前から5番手、先に外次男坊、デムーロが行きました。デムーロが早めに先頭を取り付いて、さあ4コーナーカーブから直線コース、この走りを皆さん瞳に焼き付けてください。ダノンプレミアムまだリードがある、奇跡が2番手、ダイワキャグニー3番手、持ったまんまリスクルメール、アーモンドアイは前から3番手、持ったまんまで3番手から2番手進出。さあ、まもなく200を通過する、無事一発入ったダノンプレミアムですが、ここでルメールトップギア、ここでルメールトップギア、現在7番クロノジェネシス、現在2番手争い上がってくる、さらにはフィエールマンも上がってくるが、アーモンドアイ、アーモンドアイ、なんとアーモンドアイ、ルドルフの壁を越えた、見事です。恐れ入りました、5歳の牝馬、この勇姿、現役最後の秋で見せてくれたこの輝き、燦然と輝く G1 発祥金字塔樹立。今ルメールジョッキーが本当によくやってくれた、そんな思いを込めて安堵の表情で愛馬アーモンドアイを称えます。安田記念でこの G1 発祥というのは叶えてもおかしくなかったわけですが、 そうですね、その舞台がこの天皇賞秋に持ち越しとなりました。そして今日の単勝オッズですが、去年は 1.6 倍、今年はそれを上回る 1.4 倍、はい、すごい馬ですね。そうですね改めてそう思いましたね今日は。そしてお客さん、限りあるお客さんではありますけれども、今ルメールジョッキーが一つ頭を下げました。東京競馬場、着順掲示板が5着まで上がっています。1着は9番のアーモンドアイです。そして2着に6番のフィエールマン、
3着には7番のクロノジェネシス、4歳牝馬、そして4着に11番のダノンプレミアム、5着にはゼッケン8番の奇跡が上がっています。勝ちタイムが1分57秒8、上がりのサンハロンは33秒6。5歳牝馬ですが、広瀬さん、はい、もちろん衰えというのはないですかね。まあ今日のレースを見る限りは、その衰えっていうのは感じられませんでしたけどね。国枝さんが話をしていたこのスタートという部分では、今日は非常に良かったようにも感じたんですが、いやもう100点満点じゃないですか今日のスタートは。スーッと早め4番手に取り付きました。ご覧のように東京競馬場、本来であればここに多くの方が、鈴なりの観衆が、この5歳牝馬に熱い視線を送る、そんな11月1日を迎えていたはずです。一本の指を突き上げました。35年間破ることができなかった皇帝シンボリルドルフが最初に作った G1 7勝を今日超えてみせたアーモンドアイ、手綱を取ったクリストフルメールジョッキーです。広瀬さんも長年競馬をご覧になってきたと思いますが、ここで競馬史が一つ変わったこの瞬間を今どうご覧になってますか。いや、しかも塗り替えたのが牝馬だっていうところがまたすごいですよね。はい、風の冷たい東京競馬場、ただ熱気あふれる高揚感たっぷりの東京競馬場、ふっと一息、名手ルメールもやはり本当に安堵、よくやってくれた、そんな思いなのかもしれません。スーパーホースからレジェンドホースへという話をしていました。自分を数々勝ったまで違うところは、1600m、2000m、2400m ってね、そういうちょっと違うカテゴリーの G1 を全て勝っているというところがね、偉大ですよね。天高く8本の指を突き上げます。日本競馬史に刻まれた新たな歴史、 G1 8勝の壁を越えた、作り上げたアーモンドアイ、ベアリングタクト、コントレイル、そして3週連続の衝撃、ここに完結アーモンドアイ、本当に恐れ入りました。ちょっとこう、そして今戻ってきました剣道室、何か感極まるそんな表情を見せているクリストフルメールジョッキー。史上5頭目の牝馬、3冠を達成し、ジャパンカップ世界レコード樹立、ドバイターフも制して世界の注目も集めました。積み重ねた G1 は今日戦うまでは7つ、今日で8つ目、私たちの瞳に常に勇士と期待、その姿を見せ続けてくれた名馬です。中間外からプレッシャーをかけに行ったのが王次男坊とミルコデムーロだ。残りは 600m。 さあグリーンの帽子7番クロノジェネシスは後ろから 3、4投目外へ出す。第4コーナーカーブ、さあ最後の直線、残りは 400m です。先頭は11番ダノンプレミアム、川田優雅がしごく、リードが2馬身、馬なりできた9番のアーモンドアイ、現在は2番手、あとは前にダノンプレミアム1頭だけ、後ろからクロノジェネシスを襲いかかるぞ。残り 100m、 ここから加速、アーモンドアイ、ダノンプレミアムをかわした、そして外からクロノジェネシス、さらにはフィエールバンが襲いかかる、しかしアーモンドアイ、アーモンドアイゴールイン、小さく右手を上げましたクリストフルメール。ディープインパクトも、そして皇帝シンボリルドルフをも超える芝の G1 8勝目、大記録を打ち立てましたアーモンドアイ。4番の次男坊、ここは3頭3番手集団、直後に5番のウィンブライト、その内が4番のダノンキングリー、そしてその外から上がってくる7番のクロノジェネシス、残り600を通過、第4コーナーをカーブ直線へ、さあ逃げる11番のダノンプレミアム、リードは1馬身、奇跡が2番手、大馬脚2が並んでくる、楽な手応え、その外に9番のアーモンドアイ400を通過、そして12番の次男坊、その外から鞭を振るって7番のクロノジェネシスが追い上げてきた。さあ先頭11番ダノンプレミアムが粘る、そして9番の
アーモンドアイ、ムチが入って並んできた。その後ろからクロノジェネシス、そしてウインブラン、そして6番のフィゲールマンが突っ込んできた。さあ先頭はアーモンドアイ、アーモンドアイゴールイン。2番手6番のフィゲールマンか、うち7番のクロノジェネシス、2頭が並んでの接戦。しかし勝ったのは9番アーモンドアイです。アーモンドアイ見事八冠達成です。史上初芝の G1 8勝目、9番のアーモンドアイ見事な勝利です。粘った、後ろに内内で8番の奇跡がいる。さらにはその外を通ってピンクの帽子次男坊、その間にアーモンドアイがいます。残り600を切りました。アーモンドアイ現在5、6番手、4コーナーから最後の直線に入りました。アーモンドアイの前に壁はない。さあ逃げているダノンプレミアム、ダノンプレミアム内から4投目にアーモンドアイ、残り 400m 追い出しにかかる。ダノンプレミアムが逃げる。アーモンドアイ、馬場の1番いいところを選んでいる。クリストフルメールが追い出しにかかる。前はダノンプレミアム、大外からクロノジェネシスに前はアーモンドアイが抜けた。アーモンドアイ先頭、内でダノンプレミアム、大外から一気に突っ込んでくるのは7番のクロノジェネシスとフィエールマン、抜けた。アーモンドアイ、アーモンドアイ先頭、アーモンドアイ、アーモンドアイ優勝。新たな歴史の扉こじ開けました。アーモンドアイ見事に、見事に日本競馬史上初めての芝の G1 8勝目。このプレッシャーの中でアーモンドアイしっかりと苦中の坂、最後まで譲ることはありませんでした。ダノンプレミアム、アーモンドアイはダノンプレミアムから大体4馬身差、5番手です。クロノジェネシスがじわりと動いていって、今中段外目600を通過、第4コーナーカーブ、ダノンプレミアムが逃げて今直線コースに向きました。アーモンドアイ、ババの4分どころに持ち出して、まだ追い出しは始めていない。ダノンプレミアムが先頭、ダノンプレミアム先頭、外から緑の帽子クロノジェネシス、足が伸ばされていて400を通過、差が上がっている。先頭ダノンプレミアム2馬身リード、2番手争い3頭、奇跡内から奇跡だいぶ脇に、そしてエンジンかかったアーモンドアイ、ダノンプレミアムをトライにかかって200を通過、外からクロノジェネシス追ってくる。さらには6番フィエルマン、ここで先頭アーモンドアイ抜けた、体ぶっかで1馬身リード。さあクロノジェネシス、フィエルマンが滑るが、先頭はアーモンドアイがゴールイン。2着フィエルマン、3着7番のクロノジェネシス、勝ったのはアーモンドアイ、史上最多芝 G1 8勝目。日本競馬史に残る名品が金字塔を打ち立てました。アーモンドアイ堂々とゴール盤前を駆け抜けた。ルメール、クリストフルメールとのコンビ、アーモンドアイ、日本競馬史にまた新たな1ページを刻みました。史上最多芝 G1 8勝目。直線でムチを一発二発、今回はムチを入れました。そのムチに応えたアーモンドアイ、アーモンドアイがトップでゴール盤前を駆け抜けました。逆と内から8番の奇跡が追走です。その間次男坊と挟まれるようにアーモンドアイ、ルメール騎士、手綱は動かない。外からウィンブライト、内からはダノンキングリート、ブラストワンピース、ステッピン、その後にクロノジェネシスで4コーナーから直線、ダノンプレミアムが先頭を打ち出そい。去年の2着馬ダノンプレミアム、今年は逃げてリードは2馬身、4着を通過。アーモンドアイ外に出して現在4番手から3番手馬なりで、その視界にダノンプレミアムを捉えて一気に行く。先頭はダノンプレミアム、坂を上り切る。アーモンドアイ、クロノジェネシスを追ってくる。大外フィエルマン、2着を通過。ダノンプレミアム逃げる、しかしシャドーロールが揺れて並んでかわして、先頭アーモンドアイ、2番手クロノジェネシス、フィエルマン拍手に送られて、アーモンドアイ芝 G1 8勝目のゴールイン。1分57秒8、アーモンドアイ芝の G1 8勝目、歴史が変わりました。中の森でも拍手喝采。このレース見事天皇賞は秋連覇、それが実に日本競馬の歴史の中でどの名馬も成し得なかった G1 8個目の金字塔です。クリストフルメール騎士です、おめでとうございます。ありがとうございます。アーモンドアイG1 8勝目です、今のお気持ちをお願いします。あまり喋れない信じられないなパフォーマンスですね。今日は日本一になりました。
まあ、もちろん強い馬ですけど、まあ、毎回乗るときはあのプレッシャーがあのちょっと重たいです、やっぱり本当に G1 発勝を、取りたかったね。だからもうちょっとプレッシャー、来てた。でも、まあ、改めてやる問題はあのすごくいい競馬しました、最後もちょっときつかったけどよく頑張ってくれました。今日はスタートもしっかり決められましたね。はい、まあ、今日スタート前とてもリラックス しました、まあ、ゲートの中も、静かかったし、だからゲート開いた時はあのすごく好スタートしました。最後の直線外から2頭襲いかかってきましたけれど、あの時のお気持ちは？ちょっと怖かったです、やっぱり、まあ、今日直線では一人で、伸びてくれましたね。前の馬は結構早めに、バテましたので、坂登ってからちょっときついになりました。お外の馬を聞きましたので、やっぱり結構心配しましたけど、まあ、ある問題はめちゃくちゃ強いだからよく頑張ってくれました。ルメールさんがアーモンドアイの背中でレースに臨めるのはあと1回2回ぐらいしかありません。改めてアーモンドアイにどんな言葉をかけますか？いや、みんなババでアルモンドアイを見たいですね。彼女はアルモンドアイはまだ走りたいだから、まあ1回か2回、使えると思いますけど、まあ、それは調教師さんと、馬主さん のチョイスですね。次もいいレースを期待していいですね。はい。もちろんもちろん。でも、まあ、この馬でいつも勝ち自信がありますけど、競馬はとても難しいだから、いつも新しい馬がいるので、みんなアルモンドアイを、勝ちたいから、いつも大きなプレッシャーです。プレッシャーを感じながら、じゃあ次もいいレースを期待しています。はい、おめでとうございました。どうもありがとうございます。